海上自衛隊所有の空母は、日向、潟と出雲、潟に、誕生によって、事実上4隻体制となりました。日本が、空母を4隻保有していること、2種類あることは、一体何を意味するのでしょう。日本の空母戦力、世界が恐れるほどの実力とは。また、F-35 戦闘機搭載について議論されている空母が今後どうなっていくのか、見ていきましょう。加賀のアメリカでの F-35B 認証プログラム後、そのまま完済して日本に寄港しないかな。さすがに近平もビビるよね。まず、日本の空母が4隻になる意味です。2015年、平成27年10月の海上自衛隊観艦式の最大の目玉と言われたのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、それ以前に誕生した日向、潟の日向、伊勢に続く3艦目になりました。このシリーズの艦名は旧国名にちなんでいるんですね。出雲は日向、潟より、一回りも大きいので、自衛隊最大の艦艇になったのです。また、同8月、出雲、潟2番艦加賀が、進水式と偽装作業を終了し、11月に試験航海を行いました。2番艦加賀が就役したので、海自は日向、潟と出雲、潟それぞれ2隻、計4隻の航空母艦を保有することになったわけです。艦艇には、ドッグ入りする長い整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要になります。それぞれの機関を考慮した上で4隻体制にしたので、常時1隻もしくは2隻の航空母艦が即応体制を取れるようになったのです。実は、日向、潟と出雲、潟では、要求される役割や能力が若干異なるそうです。誤解があるようですが、これらは、護衛艦だから航空母艦ではないという考えは間違いです。そもそも、海上自衛隊の言う護衛艦士は、水上を航行する戦闘能力を持つ艦艇に与えられる艦種です。世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なのです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれていますね。それと同様、日向、潟や出雲、潟も一般的には知られていませんが、護衛艦ではなく航空母艦と呼ばれているのです。航空母艦日向、潟の日向と伊勢のサイズは、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで、出雲が就役するまでは、海自最大の艦艇と言われていました。主な艦載機は、SH-60J、K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機同時に発着艦させる甲板を持ち、エレベーターで結ばれた格納庫内には、最大10機が収容できるスペースがあります。日向、潟の主要任務は、敵潜水艦が味方艦隊へ接近するのを阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS が装備されているのです。航空母艦としてはかなり重兵装ということが特徴でしょう。一方、出雲、潟の出雲と加賀は満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向、潟より一回り大きく、シーホーク5機を、同時に発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるそうです。と言っても任務が違うので、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備せず、最低限の自衛用兵装しか搭載していません。なので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。逆説的ですが、最低限の兵装しか、持たない出雲、型は、対戦能力重視型の日向、型と比べると、より多様な任務に対応可能な本格的航空母艦としての機能が重視されていると思われます。具体的には日向、潟と出雲、潟には、手術室と集中治療室がありますが、病床数は日向、潟8床に対し、出雲、潟は35床ですから、島嶼防衛での上陸作戦時のヘリコプター拠点としての利用を考えると、出雲、潟が優先されると考えられます。出雲、潟の飛行甲板は一回りも広いので、
陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も活用できると見られているのです。と言っても、蒸気は、あくまでも、どちらが能力が高いかというだけでのことです。ヒューが、型が、上陸作戦の拠点となることも考えられますから、出雲、型が、対潜作戦の中核としての役割を担うことは可能です。また、ヒューが、型と出雲、型のどちらも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 も艦載可能なのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリ、大型の CH-47J、JH ヌーク、墜落事故など様々な話題になることが多い V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もありません。一般的に航空母艦と呼べるような能力は持っていないのです。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障上、最大課題が浮上したため、解決のため日本版海兵隊水陸機動団が発足しましたが、同時に懸念されたのが海上輸送力の確保だったのです。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も必要になります。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型なのです。大隅型登場以前は、海自には2000トン級の低速輸送艦しかなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった多くの PKO 派遣を考慮して、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、結果、大隅型3隻の建造が認可されたのでした。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦が可能です。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行用の居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力ですが、73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうです。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、大型ヘリ CH-47 輸送ヘリとかの離発着が可能になり、最近の改修工事後は V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、大隅型には格納庫がありません。車両用エレベーターしかないので、空母に離れないのです。仮に、無理やりスキージャンプ台を設置しても、22ノットの速力と、全長 178m のサイズでは固定翼先運用は不可能です。格納庫がないということは非常に重要なポイントらしく、これが理由で大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているということです。やはり空母や強襲揚陸艦という表現はどうしても国家の威信、軍事力の誇示、財力の象徴と見さされることが多いのです。ロシアや中国の例を見てもお分かりですね。そうした風潮は即現れていて、ヒューが、型や出雲、型に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が華々しく展開なかとか、なんとか。それにしても、庶民としては、どうしても予算が気になります。物価は言うまでもなく、光熱水費、保険料など、ここ数年は値上がり傾向が続行中ですよね。敵国の攻撃から、国民の生命を守るために防衛予算を増やすのは、確かに一理ありますが、少子高齢化が一段と進む昨今、守るべき国民の数が年々減少していることを政府関係者は気づいていないでしょうか？気がつかないはずはありませんね。高額の国家予算を注ぎ込んで、高スペックな最新鋭兵器を購入して、
万が一の有事に備えたとしても、国民がいなければただのお飾りではないかと思うのは筆者だけでしょうか。空母の種類と役割、日本は日向、型と出雲、型の2種類の空母を合計4隻保有しており、それぞれ異なる任務に特化しています。兵装と機能、空母は F-35 戦闘機の搭載が可能で、多様な軍事任務及び災害時の支援に対応します。即応体制の確保、4隻の空母により、常に1隻以上が即応可能な状態を維持しています。予算と資源、高額な維持費用が国家財政に負担をかける可能性があります。人員育成、高度な技術と知識が求められる乗員の育成が必要です。国際関係、空母の保有は、地域の安全保障バランスに影響を与え、国際関係に緊張を生じさせることがあります。技術の自立、国産技術による防衛装備の自立が求められていますが、技術的、政治的な課題が伴います。